メリダは人口34万5489人のベネズエラメリダ州リベルタドール基礎自治体の州都の一つである。面積は25平方キロメートル。メリダは1558年10月9日にパンプローナの住民フアン・ロドリゲス・スワーレスが鉱山を探している間に発見された。町は彼の故郷のスペインのメリダにちなんで名付けられた。最初の移住地は 現在の町よりも3 0トルほど南のゾンに一致していた。しかし、現住民との衝突がたびたび起きていたため、ロドリゲス・スアーレスは1559年11月に居住区をエルプントに移動しなければならなくなった。ロドリゲス・スアーレスが創設したこの町はヌエバグラナダ副王領によって承認を受けていなかったため、彼を逮捕するために1560年に 不安でマルドナードが派遣され、紳士は公式に認められた。6月24日、マルドナードはメリダを高台の上にある現在の場所に移し、サンティアゴでロースキャバレロズと解明した。1607年まで町は、現在のコロンビアにあるトゥン派の一地域として統治された。ありがとうございます。